あの人の現在、ベンガルの現在、たけし軍団とのヤバすぎる関係も明らかに。俳優のベンガルさんは名脇役として活躍していますよね。最近あまり見ない気がしますけど、現在の様子はどうなっているでしょうか。また私は知らないんですが、たけし軍団とのヤバすぎる関係というのも検索されています。たけし軍団との関係。さて、ベンガルさんの俳優としての活動などを見てきましたが、今のところたけし軍団との関係があるようには感じません。そこで調べてみましたが、こちらは普通に勘違いをしている人が多いようです。ちなみにたけし軍団はビートたけしさんのもとに弟子入りした人たちによるグループですね。1983年に正式に結成されています。たけし軍団という名前自体が石原軍団のパロディで、テレビでは主にリアクション芸を披露していました。2004年に解散宣言を行っていますが、実際に解散しているかどうかも曖昧な状態ということですね。まあ今はほぼテレビでたけし軍団を見ることはありません。さて、話を元に戻すと、たけし軍団の中にダンカンさんって人がいるんですよね。その人とベンガルさんが間違えられている可能性が高いです。またベンガルっていう名前だけでたけし軍団にいそうっていうイメージがある人もいるようですね。まあそれだけの関係なので、実際にはベンガルさんとたけし軍団には全く関係がないということです。ベンガルさんも面白いですし、たけし軍団にいてもおかしくはない感じではありますけどね。現在の姿。さて、最後にベンガルさんの現在の姿、活動などをご紹介しましょう。と言っても現在も普通に俳優として活動していますけどね。2020年のドラマアライブ、眼線猛威のカルテにも出演していました。それでも以前より露出は少ないかなとは思います。実はベンガルさんの息子、柳原直人さんがベトナム人女性と偽装結婚をしていたということで逮捕されてるんですよね。柳原直人さんの経営していたベトナム料理店が行き詰まり、虚偽の婚姻届を作成。しかし犯罪行為に後ろめたさを感じ、自ら出頭したということですね。まあ根っからの悪人ではないような気がしますが、そういったこともベンガルさん露出減少につながっているのかもしれません。本当のところはわかりませんが、まだまだ元気に頑張ってほしいですね。と言っても69歳ですし、なかなか難しいのかもしれません。しかしベンガルさんのような味のある役者はなかなかいませんよね。これからも今と変わらず脇役としてでも印象に残る演技を期待しています。それができるのがベンガルさんですよね。舞台でも活躍しているようですが、もっともっとテレビドラマにも出演してほしいですね。楽しみにしています。